パスもね、うん、ちょっといけなかったですけども、まあ、でもね、やっぱりサッカーって決めるときに決めないと安心になっちゃうので、ミスはつきもんですか、ね、そうなんですよ。でも安心してください、皆さん、ワールドカップには行けます。そう、間違いない。素晴らしい、はい、もう絶対やってくれると。そうです、だってよくね、冷静に考えたら、うん、で、A、B、2ブロックの1位、2位は通過するじゃないですか、はい、今度ね、3位同士の対戦があるわけですよ、はい、そうです、枠が 3.5 ありますからね、はい、これでいけないわけないですよ、はい、いけなかったらね、バンドが丸坊主にしますから、そこ丸坊主じゃあんまり影響ない、あんまり変わらないから、あんまり影響ないから、まあ、東北に今回来ていただいて、まあ、あの東日本大震災10年ということで、ジョーさんもいろいろ思いがあると思いますけれども、いかがですか。そうですね、まあ、私も東北に関しては、まあ、福島の方とかですね、はい、まあ、いろんなところを各地回らせていただきまして、まあ、ご支援になればと思いながらですね、ずっと10年間もう今でも続けてるんですけども、まあ、そういった少し、まあ、支援をさせていただいてるんですが、まあ、皆さんがね、やはりこう思っているほど行動されていないところがやっぱり大変だなというのをすごく感じてますし、まあ、僕ね、ある方とお話をしたんですけども、やっぱりこう精神的にね、すごくやっぱり辛いという方もたくさんいらっしゃる中で、まあ、だからこう少しでもね、私たちもこう元気をね、取り戻したいとか、何か少し目標を持ってもらいたいという思いで、まあ、私たちね、まあ、JOB チームのね、はい、まあ、各地を回っていろいろやりますので、今回ね、本当に岩手に来れてよかったなと思いますね。本当に元気を僕らも欲しいと思って。